ようございます、しげちゃんです。今日は月曜日です。10月18日かな、また朝一から、軽くソロキャンしに行こうかなと思います。あ、コーヒー飲むだけですけど、まあ朝ごはん食べて、まあ、午前中で帰りますけど、まあ、午前中とで、まあ近くのまだ淀川の河川公園に行こうかなと思います。調べてないので、また同じとこ行こうかなと思うんですけど、今日は、大塚かな、大塚地区の方に行こうかなと思います。大塚に来ました。到着です。で、よいしょ、ここから
いや。よいしょ。着きましたんで朝ごはんします。ちょっと今日もコンビニのパンです。
高い。でもないし、山見れるし。コーヒーでも飲むかな。
バツ転か。いいけど、いっぱい入れよう。いただきまーす。
よっこれ。ペットボトルなんですけど、しまい方はまず台を穴のところに入れまして、これをまず入れます。はい、次はボンベをキャップしてください。キャップしたのを入れてもらって、で、まあ、今日も使ってませんけど、ごとくを入れます。そしたらもうぴったり収まるので、これで終了です。簡単です。はい。
よし。よし、一周します。片付け、片付け、よっこいしょ。よし、片付け終了。
今日のバイク、はい、これ看板ですね。大塚地区。あっち、京都の八幡市の方、八幡市ですね。はい、こっち。はい、ひらかたです。ひらパーの観覧車も見えます。これなんか、幼稚園かな。幼稚園か。な、返事が来てましたね。たこ揚げしてました。大阪市街の方はちょっと見えないですけどね、ここからは。よいしょ。はい。ちょっと風が出てきました。はい。河川公園、大塚地区で、とモーニングコーヒーと、まあパン、コンビニのパンですけど、買って、ちょっと食べました。はい、今度はちょっと、ホットサンドでも、焼いて、食べたいなと思います。なんで、ホットサンドのプレート買って、やろうかなと思ってます。ちょっともう4回目、5回目なんで、まぁ、ちょっと内容が同じになってきたんで、やっぱりね、ちょっと変わったことしないなぁと、したいなぁと思うんで、今度はちょっと料理したいなと思います。はい。よし。で、撤収も、片付けも終わったんで、これで帰りたいと思います。